キログラム。キログラム、記号、キログラムは、国際単位系 SI における質量の基本単位である。国際キログラムとも言う。基本単位に、切当時がついているのは、キログラムだけである。グラムは、キログラムの1000分の1と定義される。また、メートル系トンは、キログラムの1000倍、1メガグラムに等しいと定義される。単位の、 K は小文字で書き、大文字で、キログラムと表記しない。キログラムの定義は2018年11月16日に次のようになった。この新定義は2019年5月20日に発行される。この新定義によって129年にわたって使用されてきた国際キログラム元気が廃止される。1キログラムの当初の定義は水1リットルの質量であった。 1795年の定義では、大気圧下で、氷の溶けつつある温度、すなわち冷度における水となっていたが、その後、水の体積は温度に依存することが分かり、そのため、最大密度、イコール液温摂取温度における、蒸流水1立方デシメートル、1リットルの質量と定義された。しかし、水の密度は、気圧と温度に影響され、気圧にはその因子に質量が含まれている。 すなわち、この、キログラムの定義には循環定義が含まれていることになる。この問題を避けるため、1799年に、当時の技術で蒸気のキログラムの定義に合わせた、発金性の元気が作成された。これを、アルシーブ元気、キログラムでアーカイブスと呼ぶ。2018年までは、キログラムの定義は、一服の質量であった。SI 基本単位において、 キログラムが普遍的な物理量ではなく人工物に基づいて値が定義される単位として最後まで残った。1875年のメートル条約に基づき1889年にキログラムは新しい国際キログラム元気イップックインターナショナルプロトタイプキログラムの質量と定義された。国際キログラム元気は1879年に 作成された三つの元気のうちの一つであり、測定の結果以前のアルシーブ元気と当時の技術では、質量差が認められなかったものであるが、これが1889年の第1回国際土量構想会の決定により、キログラムの定義に使用されることとなった。国際キログラム元気は直径、高さともに約39ミリメートルの円柱形のプラチナ、 白金90%、イリジウム10%からなる合金製の金属界である。フランス・パリ郊外セーブルの国際土量工局、ビップムに二重の機密容器で真空中に保護された状態で保管されている。上記1889年の第一回国際土量構想会において世界各国で用いる標準元気として各国に国際キログラム元気の 複製を配布することが決定された。当初40個の複製が作られて各国に配布、保管されている。これらの元気は約40年ごとに特殊な天秤を用いて国際キログラム元気と比較されることになっている。日本には1889年に複製のうち6番が元気として配布され、1890年に到着した。日本国内ではこの6番を 日本国キログラム元気として、キログラムの基準に使用している。なお、30番と39番も復元気として、日本に配布されたが、39番は1947年に、連合軍軍世紀の挑戦、現在の大韓民国に譲渡したため、1963年に E59 番を新造している。2009年9月には、VIP ムから元気94番を新規に購入した。 副元気を含めた4機は、茨城県つくば市の独立行政法人産業技術総合研究所に保管されている。日本国キログラム元気は、国際キログラム元気に比べて0.176ミリグラム重いことが分かっている。国際キログラム元気の質量は、表面吸着などの影響により年々増加しており、その量は洗浄直後の急速な汚染のほか、 年に1ム程度と見られている。1988年から1992年の第3回各国キログラム元気の定期構成に、際して42年ぶりに国際キログラム元気の洗浄が行われたが、これにより国際キログラム元気の質量は約5 0ム減少した。50G はちょうど指紋1個の質量に相当する。これは1キログラムの5倍に当たるので、 国際キログラム元気による定義の精度は8桁程度ということになる。質量の定義をより明確にするため、質量単位、キログラムは、戦場直後の国際キログラム元気の質量値として解釈されることになった。2007年9月、国際キログラム元気が 50G 軽くなっているという報道が一部でなされた。しかし、これは、同元気が、 突然 50G 軽くなったことを意味するわけではない。蒸気のように元気は、経年で徐々に質量を増すことが知られているが、VIPM の解説によると、1889年からの間に、他の複数の複製と比較して、質量変動が約 50G 少なかったということだという。他の SI 基本単位は、普遍的な物理量に基づく定義に改められて、きたのに対し、 キログラムだけが未だ人工物に依存する単位として残っていた。人工物による定義では、経年変化により値が変化し、また、焦損や紛失の恐れもある。このため1970年代から普遍的な物理量によるキログラムの定義が検討されてきた。2011年10月21日に国際度量構想会において、キログラム元気による基準を廃止し、 新しい定義を設けることが決議されたこの決議を実現するために、キログラムをプランク定数 H によって定義することが2013年12月に提案された。これは、プランク定数がもはや実験値ではなく定義定数となることを意味する。この提案は SI 文書の第9版、現在は2006年の第8版の1章3章の改定案の一部として提案された。 これまでは、イプックの不確かさは、0で、プランク定数に4.4の不確かさがあったのに、対して、この新しいキログラムの定義では、プランク定数の不確かさは0になり、逆にイプックに4.4の不確かさがあることになる。プランク定数に基づく定義では、静止エネルギーと質量の関係式、E、イコール MC を用いて、ある振動数の格子のエネルギー、 と等しい静止エネルギーを持つ物体の質量を1キログラムと定義する。すなわち、この2013年12月の提案は、アンペア、A、ケルビン、K、モル、モルの再定義と合わせて、2014年の第25回、国際土壌構想会、CGBM で決議することが予定されていた。しかし、2014年11月18から20日に、開催された、 CGPM では、プランク定数の精度が十分でないことなどにより、上記の定義への変更はなされず、次の2018年開催予定の第26回、CGPM に向けて定義変更のための諸課題を解決すべし、との決議が採択された。シプムは、新しい定義として、次回の CGPM における決議案を提出した。この決議案は、 2018年11月16日に CGPM によって決議承認された。なお、キログラムとともにアンペア、ケルビン、モルの定義も大きく変更されたので、これらの変更も含めた新しい SI の試行日は、周知期間、準備期間を置いて、2019年5月20日、メートル条約が締結された日であり世界軽量、記念日である。である。 現在の定義に代わる新しい定義の候補としてアボガドロ定数などを用いた各種の提案があった。アボガドロ定数に基づく定義は一定個数の係素 SI 原子の質量をキログラムとするという原子質量標準である。アボガドロ定数の値をより正確に求めることができればそこから係素1キログラムに含まれる係素原子の数を決定することができる。係素が 不純物を含まない単結晶を作りやすいために採用された。国際土壌為委員会、シプムが中心となって、各国の研究機関でケーを用いて、アボガドロ定数の不確かさを少しでも小さくするための研究が行われた。2010年時点でのアボガドロ定数の値、小型2010年推奨値。括弧内は、標準不確かさには、発見ために、不確かさがある。 国際キログラム元気による精度は8桁なので、あと1桁精度を上げることができれば、キログラムの定義を原子質量標準に置き換えることに意味が出てくる。なお、2014年の提案では、キログラムの定義には常実のように、プランク定数が使用され、アボガドロ定数は、モルの定義に使われることとなった。他には、以下のような提案があった。グラム、グラム、不都合、グラム、 記号 G は質量の単位であり SI においてはキログラムの1000分の110キログラムと定義されている。キログラムは明らかにグラムに切刀時キロ、キロマイナスをつけたものである。しかし SI においてはグラムではなくキログラムが基本単位となっておりグラムはその分量単位の一つとされている。グラムではなくキログラムが SI 基本単位とされたのは 以下のような経緯があるからである。フランスにおいて1789年の革命が勃発した後、国王ルイ16世は、新しい時代の土壌衡単位の策定を、アントワーヌ・ラボアジエ、ニコラド・コンドルセ、ピエール・シモナープラス、ジャン・シャルル・ド・ボルダ、アドリアン・イコール、マリル・ジャンドルなど、主に科学者たちで構成された委員会に移植した。その委員会において、 質量単位のモデルとして1メートルの10分の1、イコール10センチメートルで構成された、立方体のマスに入った水の質量を、すなわち1リットルの大気圧化で、氷の溶けつつある温度、零度における水について、グレーブ、グラーブ、記号、G と、名称が与えられた、質量単位を標準とすることが提案された。その語源は、グラビティ、重力から由来したものである。 当初は、このグレーブ、グラーブ、グラーブを、質量の基本単位とした元気が作られる予定であった。また、これを元として、1グレーブの1000分の1を別の質量単位名で、25グラム、グラムないし、グレーブと、グラベと、グラベと、また1グレーブの1000倍を別の質量単位名を、用いて、トンネ、トンないし、バー、と称するように名称が考案されたりもした。そしてやがて来る、 フランス革命の波に襲われ、科学者たちの研究は途中で中断するが、その後、新しい革命政府が樹立されると、再びメートル法が注目されるようになった。しかしそのフランス革命の後、質量の単位は大きな転機を迎えることとなる。1795年の暫定メートル法制定当初、革命後の共和政府が、当初の質量の基本単位をグレーブから、 その1000分の1を表すグラムへと変更したのである。理由は、諸説あるが、有力な説の一つとして、1グレイブという大きさの質量が当時、メートル法以前の昔から使われてきた、いくつかの質量の9単位と比較しても、大きな単位であるということがある。そのためフランスの科学者たちは、グラーブは日常的に使う質量単位としては、大きすぎるであろうと危惧し、 フランス共和政府と共に、質量の基本単位は1グラーブの1000分の1である、1グラムを、質量の基本単位とすべきと決定したという説があるが、真相は定かではない。しかし、質量の基本単位1グラムとすると非常に使い、勝手が悪く、とりわけ1グラムを定義した、1円硬貨ほどの大きさを、持つ元気を作るにはあまりにも小さすぎた。そこで、共和政府は、 基本単位とした1グラムの1000倍、すなわち当初の予定通り1グレーブの質量元気を作ることを決めたわけであるが、その名称が使われることはなく、グラムの1000倍を表すために、説当時のキロ、形をつけた名称、キログラム、キログラムの名前を冠した元気を作ることと決めた。これはあくまでも、質量の基本単位をグラムにしたことに起因する。こうして、当初の質量単位グレーブ、 グラーブの名称は姿を消したのである。これが、の千の1799年に作成された、確定キログラム元気となった。こうしてメートル法制定当初、長さの単位を、M、メートルメートル、質量の単位を、G、グラムグラムとした、基本単位が出来上がった。しかし、メートルとグラムとではその規模が異なる。すなわち、数グラムの質量を持つものは、 数センチメートル台の大きさであることが多く、逆にメートルで測られる大きさを持つものは、キログラム台の質量を持つことが多い。そのため、メートルの代わりにセンチメートルを採用し、センチメートル、フツゴ、センチグラム、フツゴ、グラム、秒、フツゴ、セコンドを基本単位とする単位系が構築されるようになった。これが CGS 単位系である。しかし、 電磁気学の発展に伴い CGS 単位系では不都合が生じるようになった。CGS 単位系をもとに電磁気学の単位を作ると値が大きくなってしまう。これは電磁気学の現象を記述するにはセンチメートルグラムでは小さすぎるということである。そのため科学で使われる単位系の主流はメートルキログラム秒を基本単位とする。 MKS 単位系へと移行した。また上記に記された1889年のキログラムの新定義により、それ以降のメートル法において、質量の基本単位としての礎を築いた。MKS 単位系をさらに発展させた国際単位系 SI においても、キログラムが基本単位として引き継がれている。キログラムの分量、倍量単位の説答時は、 キログラムではなくグラムを基準にして付けられる。これは SI では二重に窃盗時を付けることを禁じているためである。そこで、キログラムを基準として、窃盗時が付けられるように、キログラムに代わる新たな単位名称を付けようという提案が何度かなされている。黄色、記号、旧記乱、記号、K といったものが提案されているが、正式に議論にかけられたものは、現時点ではない。 いわゆる、1kg の重量、重さは、1kg の質量を持つ物体に重力が働くことによって生じる力であり、これを表すには、重量 kg、KGF、KGW、kg 重という、質量の kg とは異なる単位がある。定義された重量 kg は、地球表面の特定の場所において 1kg の質量を持つ物体に働く。 約9.80665ニュートン、力の SI 単位の重力である。980.665センチメートル S。この値が定義されたときは、CGS 単位系が主として使われていたという重力、加速度の値は、グラムへを定義するために、第3回国際度量構想会、CGPM で定められた、協定値であるということに注意する必要がある。重力加速度は、緯度や、 高度、場所によって微妙に異なるため、この値が定められるまでは、グラムへという単位は、値が不明確な単位であった。窃盗時は、歴史的な理由、蒸気グラムとキログラム参照により、キログラムではなく、グラムに対して付けられる。例えば1キログラムの100万分の1の質量は、1、マイクロキログラムではなく1ミリグラム、1000分の1グラム、となる。 マイクログラムもよく用いられ、G と表記するが、ウェブコンテンツなどでは、2回、U と代用表記される、すなわち、AG となる場合もある。実用されている分量、倍量単位は次の通り。次のようにグラムに、メガ以上の SI 切刀字をつけることも考えられるが、キログラムの1000倍の質量に対して、1メガグラムという名前が用いられることは一般には、なく、トンが使われる。 さらには、トンの倍量単位に対し、トンに SI 切刀時が付されることも多い。特に、キロトン、キロトンやメガトン、MT。切刀時はグラムに対して付けられるため、100倍10倍、1、10及び1、100を表す。切刀時を付けた次のような単位も、一応考えられ、口実のようにこれらを表す漢字も作られているが、現実には用いられず、理論上の単位の域を出ない。 またかつては一万倍を表す、ミリアという説当時も存在したが、これもあまり用いられることなく、現在では廃止されている。漢字ではグラムが、河原乱母と翻訳され、ここから河原一字だけで、グラムの意味を表すようになった。日本では、明治時代、中央気象台、元気象庁が、河原をその中に含む以下のような倍量、分量単位の漢字を作り、 1891年から各気象台で気象観測の月報などに使用して一般にも広まった。中国では瓦はワットを表し、グラムにはカの字を当てているため、それに合わせてキログラム、ミリングラムといった漢字が作られている。これらの漢字表記は計量法上は使用することはできない。ユニコードには文字様記号として、 CJK 語管用文字として以下の文字が収録されている。これらは既存の文字コードに対する広報語管制のために収録されているものであり、使用は推奨されない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。